みやチャンネルへようこそ。はい、今日もまた、ストロボゴドックス関連の商品紹介になります。なんぼ届いてんだよって話なんですけど、あと1つ2つぐらいあるので、紹介させてください。お付き合いください。まずはその1つの、もう1つの商品、これゴドックス、DB02、ケーブルY 型アダプター 2-in-1 っていうね、こういう、まあ、二股になっているケーブルでございます。まあ何かと言いますと、ゴドックスの外部バッテリー、ここにね、2つあるんですけども、この2つを利用して、よいしょ、こうですね、2つを1個にして、ここの1個になったところからストロボ、まあ、AD360 に行くと、チャージスピードが、まあ、さすがに倍まではなんないんですけど、1.5 倍のスピードで、チャージする、ようになるので、発光量が大きければ大きいほど、次のね、こう、光らせるまでに時間かかったり、いわゆる溜まるまでね、時間かかったりするんですが、これを使うことにより、そのサイクル、リサイクルタイムが早くなるという商品でございます。じゃあ、ちょっと開けて、どのくらい早くなるのかっていうのをちょっとテストしてみようかなと思います。まずは1本の状態で、見えるかな、マニュアル発光1分の1で一発目いきます。で次打てるまで、溜まったらここが赤くなるので、どのくらい、まあ厳密にね何秒っていうのは出さないんですけども、すいません、感覚で、見ていただければなと思います。まずじゃあフル発光一発目いきます。はい、このピーっていうまでがね、次の、これがピーってなった段階でも溜まったので2発目いけますよということですね。もう1発いきます。このくらいの間隔です。もう1回いきます。これが1分の1フル発光の状態です。これを、さっきのダブルでやって、どのくらいの、リサイクルタイム、短くなるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい、これですね、 DB02 というこの二股を1個にして、ここでチャージするというシステムに切り替えました。で一緒です、マニュアルフル発光1分の1でここを押すと、バンってなるので、次打てるまでの、時間っていうのを見てみたいと思います。じゃあいきます。ああ、早くなってますね。まあ一応 1.5 倍早くなるっていうんですけど、なんか気持ち的にはもうちょっと早く溜まってる感じがしますね。うん、このぐらいの感覚でフル発光でね、360W のガイドナンバー80のフルパワーで、このくらいの、時間で次発光できるというぐらい、まあ、感覚的には何だろう微妙ですかね、なんか倍まで速くなった気はしないですけど、 1.5 倍よりはもうちょっと速くなってる、 1.67 倍ぐらい、うん、速くなってるかなっていうなんか感じはします。このくらいでフル発光できるならいいですね。はい、ちなみに僕の師匠はこれを、使いすぎて、断線させて切ったらしいです。どんなにハードに使ってたんでしょうかはい、というこういう二股からね1本にして、チャージタイムを早くするという、ゴドックスの商品ね、まあ倍近く、感覚的には倍近く早くなったような気がしました。はい、いかがだったでしょうか。よいしょ、ちょっとねなんかこうギョギョしいシステムになっちゃうんですが、2つのねバッテリーの端子から、1つに取りまとめて、ストロボを発光できて、次に、打てるね、ストロボの、まあ、時間、まあ、溜まる時間がね早くなるので、次打てるスピードが速くなると、という商品でございます。これも、いくら1000何本、あれ僕が買った時のやつがもうちょっと出てないですね。1380円、うん、そんな高くないので、買ってもいいんじゃないかなと思います。日清のね
のバッテリーパックも持ってまして、日清のやつもあの2つ、今みたいにゴドックスみたいな穴があるんですけど、こういう感じでね、二股から1つにして、チャージを早くするっていうようなこういうケーブル、まあ出てないんですけれど、前回ね、前回じゃない、前回ちょっと戻っていただければ、日清のね、DI700 の、熱で保護回路が機能しちゃって光らなくなるっていう動画をアップしたんですけども、バッテリーがあって次打てるまでの時間が短くても、熱が結局その分溜まりやすくなりますよね。発光間隔を短くする。で結局、前回も、日清さんのやつ止まっちゃったので、なんかあまり意味ないんじゃないのっていう感じはしなくもないんですけども、ゴドックスのこれがね、どのくらい、打っても、まあ、熱で、まあ、止まらないのかなっていうのはもうちょっと現場で検証してみるしかないので、使ってみたいなと思うんですけれども、やっぱりチャージがね早い方が、今目つぶったな、もう一回っていうのでこう構えたままパンパンって打ったの2発目って結構暗いんですよ。特に僕持ってるニコンの純正の SB700 は外部バッテリーがつけれないタイプなんで、あっと思って今の笑顔よかったらパンパンって言って、目つぶりしたもう一発って言った2発目が暗くて、まあ後からちょっと上げるとちょっとガサガサになるので、できればね2回目もねちゃんとした光量で光ってもらえると非常に助かると、はい、いう感じなんで、これでねちょっと使ってみたいなと思っております。それこそ AD なんだっけ360を買った人はキノコもそうですけど、このね、二股の Y 型アダプターDB02 もそんな高くないので一緒に買うことをお勧めいたします。はい、まあ物撮りとかもねするときも結構そこそこ光量大きい状態で結構僕絞って撮るので光量大きいので、そこそこテンポよく、撮れるんじゃないだろうかと期待しているので、次かその次あたりぐらいからはブログの方の、ストロボを AD360R に変えて、撮っていきたいなと思っておりました。はい、というわけで今日はこれですね。よいしょ。はい、ゴドックスの、二股 Y 型アダプターのご紹介でございました持ってる人は、持ってる人ってこのストロボを持ってる人はこういうね、チャージタイムを短くできるような商品もありますので、そんな高くないのでぜひ検討してみていただきたいと思います。またいつも通り下にブログ貼ってますので、よかったらご覧ください。それではミヤチャンネルでございました。手空いてない。それでは、こちら。